我々にも心配を誹謗中傷と言い放ち、我々に絶縁状を叩きつけたこの人、マーコさんですけども、永遠宮家にも深い溝が、と記事が出てます。自分勝手すぎて、マコ断絶と。永遠宮様と断絶状態にあると。これ最近の女性専務が出してます。紀子様の誕生日コメントで、あらわになった深い溝があると。金銭的な面では断絶はされてないと思いますので、ね、半分あって半分間違っていると思います。はっきり言ってしまえば、言うことを聞かないバカ娘、心配して何も会話してくれないんだけども、男の給料だと暮らせないから、ちょっと支援して、あげよっかと。お金を振り込んでる状態じゃないのかなと。まあ、あの男の稼ぎだと警備もろくにつけてもらえないだろうと。親の子知らずというように、親の愛情や苦労は子供に通じにくく、子供は勝手な振る舞いをするものであると。まあ、眞子さんは非常に自分勝手、厄介なことに頑固なんです。そして、見る目ないんです。見る目ない人がこう頑固だと、どうしようもない。紀子様は9月11日、ご自身の誕生日に文書を発表されましたと、長女眞子さんと小室圭さんの結婚について問われた紀子様、二人で力を合わせて健康にも気をつけて、新しい生活を心穏やかに送れるように心から願っております。我々の健康に注意を払っていただきたいなと。我々体調崩してろ。こんな小室圭さんと眞子さんに非常にイライラ、ストレス溜めて、病気だったらどうするんですか、二人の幸せを祈っておりますと回答されたと。ニューヨークで暮らす小室さん夫妻はいい難い状況に置かれてるんですと。渡米当初はほとんど外出しなかった眞子ですが、1年が経とうとしているニューヨークの街角でたびたび目撃されるようになりました。一人で買い物に出かけることも多い眞子さん、海外メディアや現地の YouTuber らからは今もその一挙手一投足注目されていると。日本の皇族はそれほど神秘的な存在と捉えられているんでしょう。日本の皇族ともう同じ括りに入れないでいただきたい。もう一般人なんですから、眞子さんは珍獣的な扱いで捉えられてるんじゃないんですか。し、最近出てきた小室佳代さんも珍獣的な扱いを受けてるわけですよ。我々なんか動物園見てる感じで、日中に一人で出かけることが多いようで、ニューヨーク動物園ですか。例えば日本における成城石井のような位置づけ、そんなスーパー行くな。さまざまなオーガニック食品が揃っている高級スーパーでの買い物などが報じられた。どこにそんな金あるの。高級スーパー行くな、普通のスーパー行け、100均行け、100均に。2人のマンションの周辺は治安が悪くて、8月31日、男性と女性がナイフで相次いで刺さる事件が発生。最近の話、まあかなり治安悪いです。それを見越して、マクさん行ったわけですから。だからといって警備を国費でやるなんて異常ですから。小室さんの給料でやってください。犯人はマクさんの通うスーパーに違い施設に住んでいました。仕事においても決して心穏やかな状況にはないと。マコは無給のボランティアとして、まあ実態はパシリです。メトロポリタン美術館で働いている。まあ、ジョン・ティ・カーペンターさんが出世するためのパシリなんじゃないんですかと。今年2月、メットのウェブサイト上で日本人画家の作品の解説文章をマコ・コムロの署名入りで執筆したことが話題になりましたよと。もう、あれはネット上の寄せ集めです。私のリサーチで言うと、そのまま英語に翻訳するとマコさんの解説文になります。パク様ですね。現地の美術関係者によると、肝心の作品がメットの展示室から消えたと。マコさんの解説文章と展示室の解説文書の内容がまるで異なっていることが問題視されたようです。昨年の誕生日会見、永宮様は小室さんを夫の方と表現され、まあ、そこまでされるんであればバカ娘を闇に落ちようとしてるわけですよ。それを救ってあげるのが親の役目なんじゃないのかな。国民はあれだけ反対してと、それを押し切って闇落ちを許したじゃないですか。その二人を取り持つものは妻の役割だろうが、マコもまた断絶状態にあるというと。情報操作な気がしますけども。まあ、支援しなかったら旦那の給料ではやってはいけないですから、支援されてるんでしょう。地位警備もお願いしてるんでしょう。客観的に。殿下的には小室圭は嫌いだと思います。まあ、なのであれば、この結婚反対するべきだったんじゃないのかなと。反対を押し切ってまで行くんであれば、絶縁状態にするべきなんじゃないのかな。それが親としての役目なんじゃないのかなと思います。マコさんは結婚をめぐって、永宮ご夫妻と対立し、これ多分本当だと思うんですよ。
構図としては止めきれなかったと思うんですよね。エイミア様、エイミア様で変なこと言って、憲法に乗っ取ってみたいなね、言って小室圭さん止められなかったわけですね。ついにはご両親とコミュニケーションを取ることすら難しい状況になったそうです。だから金だけ入れてる状態だと思うんですよ。関係が改善しないまま渡米したから、ドロムでね。今も没交渉だと言いますと。多分、宮様としてはもう小室圭に全責任を押し付けたいんでしょうね。はい。僕らからしたらどっちも悪いです。小室圭さんも A 宮様も。ただそれは第三者が言える話で、当事者同士はお互い反省しないといけないんじゃないですか。親子の断絶が垣間見えると。マーコさんの近況や生活についての質問を受けた紀子様は、近況や生活については本人の希望もあってお答えは控えますと回答されたと。これは二つの可能性があると思いますね。まあ、未だにマーコさんとやりとりしてて、で、本当に本人の希望があったのか、断絶されてて情報も聞けなかったから、そういう回答に抑えたのかどっちかだと思いますけど、二人の結婚に対して様々な意見があったことは事実です。賛否両論とかも何もなくですね。まあ否定しかなかった。しかし結婚から間もなく1年になりますし、早いですね、時間は。もう1035本目とかですよ。定期的に連絡が取れているんであれば、近況は少なからず明かしてもよかったんでしょうと。マコさんがどうしても近況について触れてほしくないと伝えていたら、紀子様はあえて本人の希望もありという表現をされなかったのではないでしょうか。本当はコミュニケーション取れてないんじゃないんですかって。ね、金だけ振り込んでる状況なんじゃないんですかって。結果的に我が子は可愛いわけです、青でも。親子の間の溝が強調されたような印象を受けましたっていう。こんなバカ娘できたらもう困りますよね。どうしようかな。ね、どうやって教育しようかちょっと迷いますよね。皆さんどうします？娘さんとかお子さんがこんな小室圭みたいなチンピラと結婚しますって言って反対したらですね、やめてみたいな言われて、娘の幸せ考えたら止めるのが親の責務なんじゃないんですか。娘がまあ支援をしないといけない状況なんですよ。旦那ね、パッパラパー。小室さんが司法試験に合格すれば経済的な問題は解決するはずですが、3度目の正直はなるかと、なりませんって言ってますけどね。ここまで真子さんは非常にイメージとは違ってかなりですね、見る目なかったんでしょう。かなり頑固なんですよ。父親も早く多分軽くは止めたと思うんですよ。でも聞かなかった。エイミア様憲法のせいとかにしてるわけですよ。でマスコミが悪いとか言って押さえつけようとしてるんですよね。誹謗中傷とか言ってね、でっち上げておかしいわけです。最初から止めてほしかったなと。断絶とは言ってもいわゆるコミュニケーションがかなりそうなんだろうなっていうだけであって、支援をまだ続けられてると思いますから、それは断絶状態ではなくて ATM です。マコの ATM に都合よくね。かよはかよで他人の金で生きてでですね、小室は小室で、税金で生きてどうしようもないなと。これが我々一般人のご意見でございますので、まあ、ぜひとも参考にされていただきたいなと。小室圭さん、マクさん、ね、聞いてますか？エイミア様聞いてますか？これが国民の声です。無駄遣いしないでください。税金をね。我々そんなために働いてないんです。汗かいてです。頑張って稼いでるんです。頑張って働いて、それでも物価がものすごい高くなってるから、まあ、最近スーパー行ったけど、相当高いじゃないですか。ちょっとご飯買いに行ったわけです。高いね。久しぶりに行ったけど。こんな高かったんやと思ってね。いや、すごい苦しいなと思って、皆さん苦しくないですか？スーパーの値段とかめっちゃ上がってない？そういう中で税金使い放題でさ、1日5万円ぐらい使ってるみたいな話でしょ？ふざけんなっていう話。以上です。これぞロイヤル上級国民の典型例だなと、そのように思いましたね。早く支援やめろ。二度と日本に帰ってくるね。まあ、そのように思いましたね。捨てたんですから、そんな簡単に帰ってこないでくださいね。以上です。それでは皆様ご一緒、近々お疲れ様でした。